あーしまった、やっちゃった。急増と申します。いつも動画をご視聴いただきましてどうもありがとうございます。ついにですね、私もようやく買うことができました。はい、こちらです。まあ、レトロゲームやってる方は結構持っていらっしゃる方多いと思うんですが、ブラウン管テレビを私も購入しちゃいました。で、こちらですね、私メルカリで購入したのですが、送料込みで3200円で買いまして、買ったポイントとしましては、まあ、こちらの国内メーカーではないんですけども、未開封だったんですよね。出品者の方がここに小島って書いてありますけども、小島で17年前に買ってこのまま箱で取ってあったっていう結構貴重なものなんですよね。はい、見れば分かる通り結構ね、こんな感じで未開封品なんですよ。テレビソモスってあります、韓国のメーカーのテレビですね。昔って結構ありましたよね、チラシで客寄せ的な商品。まあ14インチで7000円ぐらいで安く買えるテレビって結構ありましたよね。国内メーカーではなくて海外メーカーのテレビで。そもそもなんでブラウン管テレビを買ったかというと、ブラウン管でしか遊べないファミコンのゲームというのがいくつかありまして、それを遊びたいなと思いまして今回購入しました。映らなかったらちょっとシャレにならないんで、まあ、これから開封してみて実際にゲームで遊べるのか確認していきたいと思います。じゃあちょっと開けていきますね。よっ、あ、すごい。お、あ、中こんな感じでした。すごいピカピカですよ、ピカピカ。え、どうやって持つのこれ。よっ、よいしょ。はい、中にはこんな感じで説明書、あとリモコン、電池、テレビのアンテナの端子ですね、こちらが入っていました。よっ、結構重い。03年製とあります。はい、あとはこう前面に端子がついている感じですね。裏面はこんな感じです。懐かしいですよね、この音がすごい懐かしいな。それでは映るかちょっと早速やってみましょうか。電源ボタンこれかな、よいしょ。お、ついた。わ、つきましたね。テレビは映ってくれたので、まあ、今度はゲームがちゃんと映るかやってみたいと思います。使用ソフトは、はい、こちらです。たまたま近くにあったので選びました。ドラゴンボールシェンロンの謎です。これちょっとやってみたいと思います。いけるかな、よいしょ。おお、続いてはですね、これやってみたいと思います。3D ホットラリーですね。これですね、任天堂の 3D システム対応なんですけども、このブラウン管テレビじゃないと、ちゃんと浮き出て表示されないんですよね。こちらやっていきたいと思います。うわ、すごいな、いいな、これ。映った。3D のメガネを装着してやってみたいと思います。あー、でもちゃんとね 3D になってますよ。強烈に浮き出るわけではないんですけども、ちゃんとこう立体的な映像になってますね。はい、こんな感じで遊んでいました。怪しいですけどね。次は任天堂の光線銃やってみたいと思います。まずはワイルドガンマンですね、こちらの銃使って遊んでいきたいと思います。あ、いいですね、これちゃんと反応する。よし、いやー、なんか緊張するな。勝ちますよ。次は砲丸ザレーやってみたいと思います。
間打っちゃった。警官打っちゃった。じゃあ最後にダックハントやってみます。よし。あー、当たらん。よし、当たりましたよ。いや、これ当てんのめちゃくちゃむずい。よし、一発。ロボットとブロックを動かして終わりたいと思います。よいしょすげえうるさい。これ積みますね。いやしかしこれすごい音がうるさいですね。あーしまった、やっちゃったはい、今回はですねブラウン管テレビを買ってみたという動画でした。まあ、結構ですねブラウン管テレビがあるとファミコンの遊べる幅というのがぐーっと広がりますので、いやこれね本当に買ってよかったなと思います。すごくね楽しかったです。今回の動画は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。